基本英語の豆知識 No.4 区別できますか ?see, look at, watch, hear, listen to どのように使い分けるの ?see, look at, watch 日本語にするとすべて見るですよねこのようにして使い分けてください see, 見ようとするのではなく 勝手に目に目入ってくる Look at 見ようとして自ら目を向ける。Watch 動くものを見てどうなるか見守る。I saw a dog 私は犬を見た。見ようとしたのではなく勝手に犬が目に入ってきた。Look at the dog その犬を見なさい。見ようとして自ら目を向ける。 I am watching the dog. 私はその犬を見ています。犬が歩くのを見て、どうなるのか、見守っています。どのように使い分けるの Hear. Listen to. 日本語にすると、どちらも聞く、ですよね。Hear. 聞こうとするのではなく、勝手に声や音が耳に入ってくる。 Listen to. 聞こうとして自ら耳を傾ける。I had the music 私はその音楽を聴いた。聞こうとしたのではなく勝手に音楽が耳に入ってきた。I listened to the music 私はその音楽を聴いた。自らその音楽を聴こうとして聴いた。ニュアンスの違いを確認しながらリピートしてください。 I saw a dog. はい。look at the dog.I am watching the dog.I heard the music.I listened to the music.Thank you for watching.New Horizon 教科書専用中学生対象の オンライン英語塾、中学英語から、英語の基礎を学ぶ一般の方、初心者限定のオンライン英語レッスンを実施しております。無料体験を実施しております。詳しくは概要欄をご覧ください。See you next time. Bye bye.